もうね、絶対に負けませんよ。さあ皆様、大変長らく、お待たせいたしました。もののけのね、シャイニングパール実況、今日をもちまして最終回です。よし。さあ、最終回のためにね、ちゃんと装いも変えまして、はい、ちゃんと、ほら見てください。スポーツスタイルです。メンバーを紹介しましょう。1番、砂岡。この子はですね、昨日、ほんと、つい昨日、入れ替え、ね、引退、クビレース、トップを走ってたんです、この子。ねえ、この子は本当に昨日危なかったです、もう。じゃあもう、君、バイバイ、という段階まで行きました。なのに、最後、パルキアのね、一言のおかげで、逆転、ほんと、ドラマチックな、返り咲きをね、そんな演出がありましてですね、砂岡はこのメンバーに残ることになりまして、水タイプをね、担当してもらいます。高見な、進化前のね、進化前とか捕獲時非常に高見なに似てたんですけども、もうどん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 似てなくなってね、どこが、高見なやねんという、皆さんどうもありがとうございます。というところですけれども、この子はね、ほんと安定した火力をね、常に出し続けてくれて、素晴らしいんです、この子の。まあ、ゴーストタイプを担当してくれますんで、ゴーストタイプとエスパータイプですね。次、望む。こいつは一番長いですね。いっちゃ長い付き合いで、最初はね、ライバルのね、名前の選択候補から、の中にね、あ、この望むって名前、良かったなーっていう理由から、この子に名前を付けたんですけど。はい。まあ、この人はね、途中まで、おやおや？望む、大丈夫か？と。火力とか大丈夫って思ったんですけど。まあ、その辺ね、自信を獲得してから、ドダイトスに進化してからもう、圧倒的なね、安定感を誇る、草タイプ、地面枠をね、確立しました。今でもこのメンバーね、絶対欠かせない中心人物となっております。鬼玉。2秒で考えた名前。ポニータだから、まあ、ふふん、鬼、お、という運びでね、ついた名前ですけれども。まあ、この子もね、まあ、単独炎タイプっていう結構ね、いい、恵まれたタイプで、まあ、炎タイプ結構強いですから、それをね、一人で担っている。非常に、かっこいい。見た目もかっこよくて、この子、そう、で、大文字を覚えたんだけど、特攻がちょっと低いのね。その辺をどうカバーしていくかという、そういう感じでございます。この子、あと、ユイズですね、この二人ね。二人いまして、ユイが。で、田舎出身のね、芋娘ユイ。当時はね、本当に可愛らしくて、その地元じゃすごい可愛い可愛いって言われて。だけど、ある日突然都会に飛び出して、悪い男に影響を受けまして、出戻りしたところをね、ちょうど私が捕獲したと。言ったところの、そういう経緯がありまして。ね。まあ、それに対して、こちらのユイちゃんね、都会出身のユイ。東京生まれ東京育ち。こっちもすごい可愛い可愛いと言われて育ってね。まあ、この子も、本当に一軍女子。まあ、このユイとね、田舎ユイと対をなす存在みたいな形で、これまで冒険を頑張ってきました。まあ、ユイちゃんはね、唯一の、雷、電気タイプですね。電気タイプ枠を、この子は頑張って、ね、一人で担ってるわけです。君は何ができるのかな？田舎ユイ。持ち前のこの単純特性で なんか困ったら単純特性を活かして剣の前で待って、頭突きでご利用し、これを頑張ってもらおうと思います。よし。じゃあ行こうか。ゴタクはいいから。さあ、ポケモンリーグ。初戦、何タイプだったかな？地面だったような気がします。確か地面だったんだよな。
だからここは砂おこでいきましょう。多分地面。俺の記憶が、はーい、ようこそ、りょう。よろしく。虫じゃん。全然虫じゃん。さあ、うち虫タイプには、打点いましたっけ？何その髪型。どうなっちゃってんの、それは。まあまあ、砂おこの火力をね、信じましょう。まずは。滝登りで行きましょうか。毒タイプだからちょっと若干不利ではありますが、ゴリ押しで毒蹴るぐらい倒せますね、多分ね。いい、硬い！うわぁ！めんどくさいことしてくるなぁ。そういうの。これ落として早く引っ込め。砂おこ。そう！さ、まずはね、まずは一勝。先方対決、砂おこが勝利しました。なに直した毒ケールに滝登りで、ぶつかった衝撃。その最中に、奴から結成を。ヘラクロスだもんな。岩技持ってそうだから、ここ高見台で行きましょう。岩技で鬼玉が吹き飛ばされる可能性があるんで。ヘラクロスは、サイケ光線連打。ほーら、これを食らしたら危なかったよ。いった。よし。なんだか早いですね、敵のポケモン。光の壁だ！火炎玉ってなんだっけ？なんでこいつ火炎玉持って、あ、根性だ。面白い虫、こいつ。うわぁ、ちょっとこれどうしようかなぁ。まあ、サイケ光線しかないですね。ナイス避け！そういうことよね。これがダンスで培ったフットワーク。硬い。避け続けろ、その調子で。その調子で避け続ける。あぶねえ。泣きそうだよ。ひるんだ。ちょっとこれ、根性が痛いですね。ここは、ユイのアクアジェットで落としてあげたいですけどね。高みなもうこれちょっと、なんかね、ヘラクロス早いわ。アクアジェット2発でこれ多分落ちますね。ナイス！それ！よし、これは落ちますね。ユイのアクアジェット、舐めちゃ困りますよ。何やってんだ、おい！こいつ、永久期間か、こいつ。ずっちいな、こいつ。これは田舎ユイ捨ての、高みな回復再起構成を落とす。これだな。なんか、奇跡的に耐えろ。田舎ユイ、そして。あ、これ、いついよ！まあまあまあ。予定通りではある。だ基本的に相手が早いのがきついな。ヘラクロスぐらいなんで抜けないんだよ。急所に当てたナイス。いやーきついねー。一戦目ですよ。一戦目はもっとスイスイ倒せるべきだろ。アゲハントは、虫飛行。鬼いたま。いやーこれ勝てるかなー。おぉ、ボールデコいいなー。それっぽいな、ボールデコ。よし。よーし。そう。ユイがね、死んでもいい理由、ごめんなさい、こんなこと言うのもあれですけど。ユイが死んでもいい理由は、水タイプの代わりは砂おこが担うから。突っ走れ鬼玉。おー。なかなかの耐久がありますね。なーに食ってんの、試合中に。大丈夫です。貫通します。防御指令。こいつ、まだまだ楽しもうとしてる。ポケモンバトルを。ちょっとここで苦戦してる場合じゃないんだよね、正直言って。ユイの代わりなんていくらでもってか。そんな言い方ないだろう！なんでそんな言い方をするんだ？俺のポケモンに。防御指令、うぜぇ。回復の薬って結構絶望的ですね。よしよしよし。ちょっと一戦目から随分苦戦してますね。ドラピオン。悪、毒か？悪毒じゃないな。虫毒だな。確か地面が全然倒梅で、おやってなったような覚えが。こいつ強いんだよな、多分。もうユイというクッションがいないことを前提に戦うんだ。ナイス。ああ！地震！ああ！これは何もできません。おい。一戦目だぞ、まだ。
クッションって何ですか。こういう場合ですね、一旦誰かを挟んで、例えば鬼玉これ回復させたいなった時に、一旦誰かに交代して、で、回復させて、こいつが死んでる間に回復させてというね、そういう戦法を取るんです。たまーに。生贄です。ドラピオンを倒せるのは多分鬼玉しかいないんだよな。高みなを捨てて、一旦高みな捨てて、困りましたね。こいつ確か氷の牙かなんか持ってて、望む一撃で殺されるんですよね、それで。高みなも多分これ全然何もできないんで、鬼玉が先に動けることを祈って傷薬使いましょう。これ高みな、粉々になります。ドラピオンきちぃ。ドラピオンきちぃな。これ鬼玉しか倒さない、こいつは多分。先に地震撃たれたらきついね。ちょっと。大文字でいくか。先に撃つんかーい。強い。なんでそんなとこで急所引くんだよ。こいつ氷の牙持ってんだよな。ただ地震で、とりあえず、削ろう。あ、シザークロス。耐えるだろ、これは。よし、2発は耐える。喉の地震も2発は。いいね、いいね。これ回復の薬だろ、ここ地震だ。いいよ。うちの亀も黙っちゃいません。何その髪型。甘いもんじゃないよって言って次回復の薬なんだろ。あれいいんですか。お疲れ様でーす。きつすぎるだろ一戦目から。最終回なんですか。最終回のはずなんですけど、めちゃくちゃめちゃくちゃ危なかった。まあまあ勝ちは勝ちですから。元気のかけらも15個あるから。何戦あるんですか。あと3人倒してチャンピオンがもう1人います。4人です。あと待って、傷薬ないんだけど。次の地面タイプが砂をこうぶっ刺さっても簡単に倒せれば OK。 まずいぞ、すごい傷薬が全然足りない。こいつ地面だ多分。あ、思い出した、こいつ地面。おやおや、可愛らしい、それでいて頼もしいトレーナーだね。あたしは聞くの。特に大事してるのはポケモン地面タイプでね。じゃあおばあさんがどれだけやれるか見せてあげますよ。ヌオー貯水だけど、え、待って、初戦ヌオーだったっけ。一発目ヌオーだった気がするわ。あ、ヌオーだった気がする。うわぁ